スカスタディ鶴川を説明してまいります。食指呢找眉穿眉霜。両足だけでなくて両腕も使い方があります。全身の調和取れた動きで相手を押し返します。你用那个盘那不是你我那样画眉毛眉霜眉霜今行っているのはリポーパンという動作です。相手の攻撃を破壊する一種の動作であります。もう一遍見てください。別の角度から同じ動作を見てください。意念で行います。相手の力を使用して相手を倒します。それでは次の動作になります。この動作は地という動作です。相手を突き放します。急に力を入れます。この動作をサイと言います。もう一遍やります。反対側も同じです。礼是什么呢？礼という動作になります。礼或这个礼是这件手心朝天。これが礼の動作です。这个手心朝天手のひらを上に向けます。これは上礼と言います。这叫上礼。例でも何種類かありまして、この動作はシャーレと言います。ポンと相手を倒します。相手の力を利用して上手に相手を倒します。ですからその中でも無条理学的な問題や原則も入っております。簡単に相手を倒すことができます。先ほどのが才と礼であります。次は道と功でなります。Thank you.
出します。これが鲤鱼の動作です。分裂角度这个刀，这是这个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 ，虚实文明というようにはっきりと重心を前に優位に乗せてください。